京都府立図書館は、京都府京都市左京区岡崎清少寺町にある、京都府立の公共図書館である。日本で、初めての公立の公開図書閲覧施設である、京都州書院を前身とし、1909年に現在、地である岡崎の地に開館した。京都府立図書館の前身は、1873年に、京都府が参上。 高倉西に開設した修書院である。修書院は運営難のため1882年に閉鎖された。その後、1890年に修書院跡地の北隣に京都府教育会図書館が開かれた。この図書館には北の神社に預けられていた修書院の急増書が与えられた。1898年に この京都府教育会図書館の増書を引き継ぎ、京都御園内博覧会協会東館を借り受け、京都府立図書館が開館した。1903年には、巡回図書館の制度が開始された。これは、府内3カ所の尋常小学校に巡回図書館を設け、各400部の図書を置き、4カ月ごとにその図書を次の町へ送ることで、 各館で年間1200冊の図書を読めるようにするというものだった。また、1905年に館長、湯浅義郎は館内に自動図書室を設けた。当時一般の閲覧は有料であったが、自動図書室は無料で開花式とした。1909年に岡崎の地に竣工した新館へ、京都府立京都図書館として移転した。 移転の経緯は、京都御苑にあった京都府立図書館が、宮内省より、御苑の土地の返還を求められ、その際、京都市から寄付を受けた土地が岡崎というものだった。その土地はもともと、平安神宮の日よけ地であり、京都府立図書館は、無償対応の寄付を受ける際、新館を不燃建造物とすることが条件となっていた。新館は、 武田51の設計によるもので、閲覧室、陳列室を備えた、レンガ作り3階建ての建物だった。不燃建造物という条件が、レンガ作りの建設の理由となった。また、美術館としての機能も備え、竹久夢次や岸田流星の作品展が当館で開かれた。加えて、図書館サービスの拡充も行われ、 1928年には、個人貸し出しが開始され、1941年には1925年に、閉鎖されていた、自動室が復活した。一方、府立図書館の収蔵スペースが、限界に達してきたため、1963年には、京都市左京区下賀茂半期町に、京都府立総合資料館が新設され、京都府立図書館の蔵書21万冊の、 うち京都関係の資料を18万冊はそちらに移された。1995年の阪神・淡路大震災では、図書館建物に深刻な被害が出たため、建物が新築することにされた。ただし、武田51設計の建物については、その文化財的価値を考えて、建物のファサードが保存されることになった。新館は2000年に竣工し、 2001年に開館した。建物は、鉄筋コンクリート構造であり、地上4階と地下2階からなる。延べ床面積は7477平方メートルである。1階には、京都関連資料、日本文学関連資料、大活字本、地図が配下されている。また、利用者登録や、図書の貸し出し、返却を行うためのカウンターがある。 2階は、マルチメディア閲覧室であり、音声、映像資料の利用や、インターネット、新聞、マイクロフィルムの閲覧が可能である。また、学び合いや、議論の場にできる、ナレッジベースと呼ばれるスペースがある。地下1階には、図書、雑誌が配下されており、調査相談、書庫内資料の利用、副社のためのカウンターがある。また、 収密書庫と自動化書庫が設けられている。資料の閲覧は誰でも可能であるが、考え貸し出しや国立国会図書館デジタル化、資料送信サービスの利用には、図書館カードが必要である。図書館カードの作成が可能なのは、京都府、または、その隣接府県の在住者、あるいは、京都府内に、通勤先、通学先があるものである。また、 インターネットサービスが展開されており、利用手続きを行えば、貸し出し状況の確認、貸し出し期間の延長、貸し出し予約、新着図書の通知といったサービスを、パーソナルコンピュータや、携帯電話から受けることができる。京都府立図書館に所蔵されている、明治期から戦後期の外国人を対象とした貴重書28点が、デジタル化されインターネット公開されている。 同志社大学と京都府立図書館の共同事業として行われた。外国人を対象とした貴重書が京都府立図書館に受け入れされている経緯は太平洋戦争後京都にオレター・クルーガー大賞の検証と日本の民主化を目的に設立されたクルーガー図書館の蔵書が1949年に寄贈されたためである。その際京都府立図書館は 神行文館に蔵書を収容し、入り口にクルーガー文庫の看板を掲げた。当館は岡崎公園内に立地する。周辺には京都市館業館、京都国立近代美術館、京都市美術館といった文化施設が存在する。なお、車椅子使用者のための駐車スペースを除き、図書館に駐車場はない。 京都府立図書館は1949年開設の河原町文館を皮切りに、府内各地に文館を開き、戦後における各地の読書活動を支えた。しかしながら、市町村図書館等のサービス拡充に伴い、これらの文館は閉鎖され、2016年12月現在、文館は存在しない。かつて設けられていた文館は次の通りである。 ありがとうございます。